います。おはようございます。おはようございます。ショコラ、バニラ、昨日はちゃんと眠れましたか？おい、ショコバニー、おめえらの席はこっちだ、こっち。こっち来て座れや。はい。わかった。ショコラとバニラは、朝の飲み物はミルクで良いですか？私もミルク大丈夫。ショコラもバニラももううちの子なのですから、そんなに緊張しなくてよいのですよ。はい、そのだもんね。すぐ慣れるから大丈夫だよ。僕もまだ水月のお家に来たばっかりだけど、みんな優しいから。花から人見知りしなかったなっつのが珍しいんだよ。無理しねえで、ちょっとずつ慣れりゃいいんだ。ちょっとずつよ。シナモンも最初はひどかったしね。私がいなかったら。そうだね、姉ちゃんのおかげだったよ。ま、今日からはそこがお前らの席だからよ。遠慮することはね、お前らの縄張りみてえなもんだ。自由にやれや。いちいちうるせえこと言うやつもいるけどな。そこで私のこと見るわけ？勝手に私のシャンプー使うなって何回言ってもあんたが分かんないからでしょ。え？縄張り？そのできるだけ気をつける。大丈夫、大丈夫だよ。アズニャンとメイちゃんはいつもあんな感じなだけだから。あずきお姉ちゃんは口が悪いけど悪い猫じゃないからね。だからそんなに怖がらなくて大丈夫だよ。だね。みんな、ショコラとバニラのことを頼みますよ。ショコラとバニラもわからないことがあったらちゃんと聞くのですよ。さっきも言いましたが、もう2匹ともうちの家族なのですから。はい、わかりました。ちょうど朝ごはんができたようですね。さあさあ、まずは朝ごはんにしましょう。兄様の料理は世界一美味しいですからね。みんな、いつものように兄様のお手伝いを。はーい、はい。いただきます。僕は
水月の家の猫で本当に幸せだな。汚いわね。小豆もココナッツも米粒飛ばさないで食べなさいよ。あ、シナモン、醤油取って、醤油。はい、もうめいちゃんの前に置いてありますよ。本当に歌唱さんの作るご飯は美味しいですね。おっしょ、お箸うまく使えない。お箸難しい。歌唱さん、そのありがとうございます。歌唱さん、あ、歌唱様、いえ、でもその私たちは飼い猫だから。あ、ありがとうございます。その気をつける。ショコラ、バニラ、礼儀作法なんて最初はいいのですよ。一緒に少しずつこれから練習しましょうね。はい、わかった、練習する。おいしく、気にしない。あ、はい、わかりました。それじゃあ、でもそのすごくおいしいです。うん、私もすごいおいしい。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。お兄ちゃん、ご飯おかわり。今度も大盛りでお願いします。朝から丼飯3杯とか、おめえは食いすぎなんだって。じゃ、ついでに私のも頼むわ。めいちゃん、お茶のおかわり入れるけど飲む？じゃあお願い。はい、じゃあ一番煎じはめいちゃんにあげるね。ありがとう。紅茶が最高だけど、和食には緑茶よね、やっぱり。
章さん。何？どうしたの？お出かけですか？一緒にって私たちと？戻ってきたの？あらあら、少し見ない間にかっこよくなったわね。やっぱり海外での生活はいい経験になるのかしら。あ、その子たちは新しい子犬子ちゃん？かわいいわね。怖がらせちゃったかしら。ごめんね。その…その…ショコラ…バニラです。そっかそっか、ショコラちゃんにバニラちゃんね。私はそこでアイス屋やってるのよ。水月さんの家とはカショウちゃんが小さな頃からの仲だから、これからよろしくね。します。こちらこそよろしく。はい、よくできました。じゃあカショウちゃんもまた来てね。帰国記念にサービスしちゃうから。じゃあまたね。
神社？カシオさん、その…私たち、どうすれば…
私たちが？はい。帰りましょう、ショコラたちのお家に。帰ろう。私たちの家に。